大体この1パックにして10円から20円、もしくは高いものであれば40円ぐらい上がってしまうものも中にはあるというような現状になりますね。生乳の取引価格が改定される影響を受け、多くの乳製品が値上げとなりました。帝国データバンクによりますと、明日から値上げする商品は牛乳やヨーグルトなどの乳製品のほか、醤油やだしといった調味料など合わせて1102品目となっています。生活的にやっぱり普段飲むものなんで困る下がるものってないんですか。なかなかですね、その値下げをできてくるって商品のそれを探すっていうのが今非常に難しい状況で、どっちかというと上がる商品ばっかり。